ロング本日の動画は STBC ロングティー大会の動画となります。最後までぜひご覧ください。 STBC ウェーイ、来ました、始まりました。 STBC これから始まるぜ、オールドタイム。本日は、ロングティーバトル、来たぜ、俺の飛ばし屋。誰が一番飛ばせるのかというこの最強の北部市営球場を使って、これも上達20メートルまでありますんで、フェンスもあります、バックスクリーンもあります。マジじゃん。一番誰が飛ばすのか皆さんも予想してみてください。はい、スタート、ブレーキチャンス回ってきたよ。よっしゃー、いったよーし、マッチえぐっ、めっちゃ入れるやん。いいよ、2本、これはいかないっしょ、マジで。超えた、3本目、違うな、名門は。いや、すごい、1、2、入った、4本、スタンドイン。ビルタイム、4本入れました、シンジです。インスタ、あの下にあるんでよろしくお願いします。ラスト、多い、一回ストップ、オッケー、ゴールでーす。誰が4番だ、誰が、俺よっしゃー、1、2、あれあれ、よっしゃー、信じるのがいいのかな。1、2、ドライブしてる、やばいな、ドライブしてる。スイングだ、ドライブなんだよね、これが。ラスめっちゃ失速してない。キャプテン場外にします。しゃあ、カメラ、カメラ、逃げだけでいけ、カメラに向かってないよ、使ってすダメだ。試合で打ちます。なるほど、来ました、お願いします。最近噂の男、1、2、あ、でもダメだ、すげえドライブ、1、2、あ、いかないわ、いや、行こう、こいつどんだけ、あいつおかしいだ、あー、ロッジやばい、むずっ。これ行くかもしれない。行った、ナイマッチャー、低いな、1本、あらっしゃ、ごめん、こんなもん、いやー、ポリゴン全カットで、レフト定位置、レフト定位置、ラスト、てか左中間すぎ、全然レフト伸びない、引っ張れないですよ、終わり、ゴミ、あー、来たかっけえな、硬いマジよ、まあ、よいしょ、す、行きますよ、行きます、はいはい、あれ、あれ違うな、なんか違うな、お、わー、来た、お、ドライブしてる、惜しい、うわー、いた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 、俺
場外。ノー場外。うわー、いった。もう掴んだ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 。ライブマッチ。やっとホームラン打ってきた。フィールドタイム2本打ちましたけど、シンジ君に負け出す。悔しい。もっと打ちます。インスタよろしくお願いしますはい、ということで、ロンティ大会終了しました。まあ、今日はレギュラーは4人ぐらいだったのかな。まあ、4、5名、はい。まあ、結構レギュラー多いですね、はい、多いんですけど、1位シンジ。いや、マジやばい。やばい、やばい、やばい。なんであの飛ぶの。4発ね。2位が松本さん。はい、ベニー松本。おい、2本。場外打ちたかった。あー、惜しかった。途中掴んだかのようにね。あれ、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 あれ。3位は1本かな。そうです、アツヤ選手。こうなったよ。え、俺とダンさん一緒じゃないですか。ゼロゼロゼロ。あともう一人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 。ゼロゼロゼロ。高校ゼロ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 。そうそう、でも勝負試合出てなきゃ意味ない。あ、そうそうそう。練習出ても試合出て。まあまあまあ、打ってない人の話は置いておいて。俺だけ飛ばせるのか。ここからね、どうやって飛ばせるのかっていうのをちょっとみんなのために聞いていこうかな。おお。打ってない人はもういい。いや、打たない。ありがとうございます。いやいやいや。試合がどうなのかまだもう。一番インパクト。そう、ホームランって俺な試合でどうやって飛ばしてますか。あ、僕かまあやっぱりボールの下打てて全然下打ててねえから僕は基本的にもう下半身、下半身もう上はあんま力入れてるイメージはないって。あ、確かに、うん、下の力、右軸足ためた力をもう思いっきりボールにぶつける。へぇ、じゃあやって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 。下ね。いや、ルーティンから、ルーティンから。ルーティンから。確かに。まず、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 まず。今ちょっと教えないといけないから。みんなに分かりやすく説明しないと。ちゃんとルーティンから。ルーティンから。まあ、ルーティンこうだよね。まず、体、まあ、これやってんのは、あの、体重移動。なるほどね。体重移動で、こう。あ、かっこつけじゃないんだよ。かっこつけじゃない。やめてや。これ、今後やりづらくなる。見てる人も多分意識する。あ、熱いのか、かけてる。やめなさい。本当にこれで体重移動も前にぶつけるっていうの感覚で打席に入って、手もやってる。手ももうこのままスムーズに、はい、もうシンプルにバットが出てくるような感じで、こういう風な感じのイメージで構えて、あの足上げた時に軸足に体重でなんかこうひねってるじゃないけど、確かになんかちょっとトルネードみたいな粘点か。それで力を貯めて、あとはもうここに貯めたものをそのまま全部トンと下からぶつけてる。だからあんな凄まじい打球いくのか。あれは飛んでくわ。あのホームラン打った後ですから、やっぱね、かっこいいよ。はい、説得力があります。ああ、確かにな。じゃあ2位の松本さん。あ、はい、私はですね、ボールを内側から打つっていうか、こうボールの半分内側を、はい、こうイン内からインサイドアウトしてバットをヘッドを走らせる感じ。インサイドアウト。中の半分から内側と、そう、内側、自分の体に近い方をこう超高等的な内に行くイメージ。結局だからそのボール半分外だと、はいはい、こうバットが出ちゃうから、はいはい、ドアスイングになっちゃう。だから基本的に内をイメージすると自分はインサイドアウトで、バットが、うん、ヘッドが走りやすい。まあ、まあ主演打率は2割なんで、まあ何も言えねえ何も言えねえよじゃあ、ね、1位のシンジのね、理論を。まあ、シンジはね、試合も5割ぐらいですけど、うん、でも、あの、本当にこの当たる瞬間に足も手も 100% になる感じ。だからここはもう0 でこの当たる瞬間に100で、ここだけ力入れるみたいな感じだった、うん、それがむずいよ。結構だけ言うとするとなんかさ、もう植えるというか、だからなんかその、足が先に出てこういう状態になってる感じ。だからこう一緒にこうバンじゃなくて足からこう行って、ここでぶつかるみたいな。すごいもん、プロでこう、こうなんかプロと一緒。あ、もう、なんかバットをムチみたいに使ってるみたいな。あ、確かに。こう、こういう棒じゃなくて、下から行ってこう遅れさせて、ここでよく言われるのは、なんであんな軽く振って飛ぶんですかみたいなのを言われるけど、俺の中ではもう、そこだけは力入れてるか、全然軽く振ってるかはないけど、でも、そういう風になバッティングを確かにっていう感じです。
だから多分松本さんとは全然タイプが違う。みんなチキン大器とか全然。俺はもうこいつはないでしょ。じゃあ俺行きますよ。シュッスパドーンとかでしょ。ちなみに僕は本当にやるに公式なら飛ばし方わかります。ただ軟式の場合は完全感覚だけです。マジこれマジちゃんとちゃんと意味ないから。自分の好きなコース、自分が振るって思ったコースに来たら強く振る、ただそれだけしか一緒。大事やばいよ本当に。まあ、小学生に分かりやすい。そう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 、それは分かる。今小学生のみんなは、そう、期待、打ちたい球を打とうっていう話をしてますよ。そう、ほんと軟式やさ。軟式はまず超感覚。始まりはそこだよね。そうだよね。この人は始まりから終わりまで、それで来てる。始まりでそれなんだけど、終わりまでできてる。何も考えてないから。はい、ということで、はい、ロンティはね、飛ばす練習になるので、まあ誰かのいる理論が当たる人はちょっと練習してみて感覚合えばいいなと思います。はい、皆さんも野球の練習頑張っていきましょう。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイビーバイビー、熱い。